健在意識チャンネルです。今回はザ・リバティ2023年1月号より話題のベストセラー小説十字架の女を読み解く7つの鍵の中から宇宙人はやはりいるをご紹介します。小説十字架の女さん、宇宙編で地球を離れたアグネスは鍛錬を重ね、神々や地球を守る宇宙存在と共に敵に立ち向かう。対する闇宇宙の邪神アーリマンは地球文明崩壊の引き金を引く主犯格の一人だった。文字通り命を懸けた本格的な宇宙戦争が展開される。小説を通して様々な宇宙人が登場するが、こうした宇宙存在はフィクションではない。私たちが気づいていない宇宙の現実を反映しているのだ。地球に現れる UFO。 近年世界中で UFO の目撃が報告される中、 NASA は10月から UFO の研究チームを作り、未確認飛行物体の検証を始めることになった。アメリカは2020年未確認飛行物体143件については分析できないと発表。アメリカのこうした取り組みを受けて、日本でも防衛省が自衛隊に対して未確認飛行物体を目撃した場合は報告するよう指示した。大川総裁の周りでは2010年12月に法は世界宗教入門を説いた後、会場の横浜アリーナ上空に UFO フリートが出現。その後、大川総裁の講演会など UFO の出現が相次いでおり、リーディングによってさまざまな種類の宇宙人が飛来していることも分かっている。地球を守る宇宙存在。2018年以降は大川総裁の下語や防衛支援を行うヤイドロン、メタトロン、RA ゴールなどが出現し、大川総裁にメッセージを送るようになっている。皆メシア資格を持つ宇宙存在で、地球の文明の攻防や戦争、大災害などに関わっているという。地球を取り巻く宇宙的な対立などの現実は、宇宙人が存在するという前提に立つことで初めて見えてくる。以上です。ここからはフリートークになります。この中で、横浜アリーナ上空に UFO フリートが出現したっていうことがありました。なんかついこの間のように感じますが、これ2010年だったんですね。先日の12月6日のエルカンターレ祭、これは埼玉スーパーアリーナでありましたけど、このリバティには今年ですね、2022年7月7日の埼玉スーパーアリーナの、大川総裁講演終了後に現れた UFO フリートということで写真が載っています。今回もキリちゃん写真に撮ってましたね。たくさんの方がこう上を見上げてスマホでね撮影されてましたけど、このチャンネルのキリちゃんも、ちょうどね講演会が終わって外に出た時に、皆さんがねすごい空を見てたんですよ。すごい、もしかしてって、私もついついもう上見てスマホをもう片手に、でも私目悪いのですぐ眼鏡を取ったりして中島絶対この間いなくなったらどうしようとか思いながらかけて、でなんかこう月があって、なんか火星っぽい、火星ですよね今ね、なんかで近くにあるのは火星っぽいのあって、あでもあの辺なんかいるかなと思って、なんかね動くのがいたんですよ、おっと思ってビデオに撮ればよかったんですけど、写真にしちゃったもんですから、なんかね本当天にこうなって、なんかちょっと拡大するともしかしてって、ちょっと定かじゃないんですけども、ちょっとカメラを向けた時はちょっと動いてたので、多分私は初 UFO でございます。もうね、いや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 、ね、もう毎回でもね、おなじみさんが来てくださってるんでしょうかね、スタジアムはね、スーパーアリーナは本当に、はい。なんかいつも不思議に思うのが、なんでこう地球ってなんか宇宙に対しては遅れてるじゃないですか、全然宇宙に
行ってもなんか地球の周りをちょっと回ってたりとかするぐらいな、うん、とか月にちょっと行ったかなっていう感じなのに、なんで宇宙人がそんなにたくさんやってくるのみたいな感じでね、ちょっかい出さないでほしいなっていう、うん、なんか風に なんか思ったりなんかするんですよね。ここはここでほっといてほしいのになっていう気持ちが、だって圧倒的にあの力の差があるんでね、なんかやめてほしいなと思うんですけど、でも来るんですよね。まあ、来るから他 あの宇宙のね、なんかあの防衛してくださってる方、宇宙人さんとかがね来ていろいろやってくださってるんですけど、まあその闇宇宙っていうのが、なんか改心すれば闇宇宙の邪神アーリマンとかが改心すればいいのにと思うんだけど、なんかあるお話では闇宇宙は闇宇宙でなんか役割があるとかね、そういう話もあるし、ちょっと人間ではさっぱりわからないもうしょうがないからこの現実を受け入れて対処するしかないみたいな感じになってるところがね、なんかな何かなみたいな感じがするんですけどね。とこ あの横浜アリーナの UFO フリートっていうのはね、あの見たんですよ。あの公演終わった後じゃないんですよね、私見たの。私あのなんか遅れちゃったんですよ、この講演会に行くのね。もう始まってたんですけど、もう急いであの駅から横浜アリーナに行く時に、あの左手なんかこうあの何立教みたいなところ、高架みたいなところ歩いていくんですけど、そこの左手のすごい奥の方にあのいっぱいアドバルーンが上がってたっていう感じで思ってたんですよね。なんかすごいたくさんなんですよ。でそれなんかなんだろう なんかどっか回転したみたいな感じで思ってたんですよね。で最近アドバルーン上げるところってないな、ないのにすごい珍しいなと思ってたんですけど、何せ急いでるんで、それはチラッと見てそう思ってあの会場行ったんですけど、終わったらなんか皆さんがこう外でなんかこう上見てたりとかなんとかしてたりしたんですよね。でもすごいこう出口のところがすっごいいっぱい人がいて塞がってて外になかなか出られなかったんですよ。でまあ出た時にはもう上見ても何もない状態だったんですよね。で一体何だったんだろうなと思って、その時は分からなかったんですけど、でなんかやっと出られたと思って家に帰ろうと思って帰ったんだけど、後で聞いたら UFO フリートだったっていう話で、ああ私が見たあれってそうだったんだなと。くの字みたいな感じの、結構大きく見えたの、遠くに見えたんだけど、形はなんかね、くの字のがいっぱいあって、私にはくの字に見えたんですよ。もしかしたら目の調子なのか分かんないけど、それがなんか同じ形のがいっぱいバーってアドバルーンみたいになんかビルの上のところにあったんですよね。ビルの上のところにバーって固まってあったからアドバルーンかなと思ったんですよ。今時ないし帰りはなかったしっていう感じ。そう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 、だからきっとそれが UFO だったんだと思いました。でもなんか後で知ったので特段感動がなかったというそんな感じでしたね。まあ、とりあえず悪質宇宙人の人はあのちょっと地球からどっか行ってほしいなっていう、ふうに思います。本日もご視聴いただきましてありがとうございました。また明日もよろしくお願いいたします。